アークロイヤルは、イギリス海軍の航空母艦。インビンシブル級航空母艦の3番艦。同名の艦としては5代目になり、航空母艦としても3代目である。艦番号は、R07、イギリス海軍の機関任務を務めた。1978年12月14日に、帰港し、1981年6月2日に、浸水、1985年11月1日に、 収益。計画当初には完名にインドミタブルを用いる案もあったが、最終的にアークロイヤルとなった。収益当初には艦舶、艦艦、監視側に、シーダーと艦隊空ミサイルを装備していたが、1999年から2001年にかけての改装で取り外し、飛行艦艦を拡大している。アークロイヤルは2003年のイラク戦争に派遣され、搭載していた。 シーキングヘリコプターを空中衝突で失っている。2004年にはクイーンエリザベス級航空母艦の収益が始まる頃の2015年までアークロイヤルを使用することが決定され、それを受けて2006年に関連延長工事を行ったが、2010年に打ち出された国防予算の大幅縮減政策により、2011年第1四半期で退役することになった。 アークロイヤルは2010年12月に最後の航海を終えて母港に帰還した。2011年3月11日に退役した。同年、ウクライナ海軍のバリアーグが中国共産党によって秘密裏に購入された。宣令もあり、中国政府による空母への転用が危惧されていたが、オークションに出品されると12月14日、香港宣言学会が8月に280万ポンドで、 落札したと報道された。その後公式に落札決定の報道はなく、2012年9月にインビンシブルの解体を行った、トルコのレアルシップリサイクリングが290万ポンドで落札したと報じられた。アークロイヤルセールインはリアーグシャドウ。アジアタイムズオンライン。2012年11月10日閲覧。イギリス大駅空母競売落札者は香港人。 新東人テレビ2012年11月10日閲覧窓ドコンファームズアークロイヤル 2B スクラップドポーツマスニュース2012年11月10日閲覧ありがとうございます